おはようございます。おはようございます。野地さん、海外市場いかがご覧になりますか？はい、欧州株式市場が下落してユーロドルも大きく下げましたが、ドルはすべての通貨に対して上昇し、ドル円も堅調に推移しました。はい、野地さんの予想レンジ出していただきましたが、77円の50銭から78円の30銭ということです。東京市場の見通しどうでしょうか？はい、本日のアメリカの小売売上高や FOMC の結果を見極めたいとの小動きに終始するものと予想されます。ただし海外市場の流れを引き継いで、ドル買いがやや優勢となる可能性もあると思われます。はい、そして野地さんに挙げていただいたポイントなんですが、アメリカ株高ドル高ということです。これどういうことでしょうか？はい、先週行われた EU 首脳会議では、財政統合への第一歩となる財政規律強化や ESM の発足前倒しなどが合意されましたが、欧州債務問題の解決には時間がかかるであろうというのが市場のコンセンサスです。はい、そのような中、アメリカでは消費者信用残高が増加傾向にあり、個人消費が堅調に推移するなど、欧州での景況感悪化をよそに内需中心の底堅い経済成長が確認されています。はい、これまではアメリカの緩和政策をよりどころに株高ドル安となっていましたけれども、最近では堅調な経済指標もあってドル高と株高に変わってきています。はい、欧州債務問題が長期化した場合、さすがにアメリカの個人消費にも悪影響が避けられず、昨日も欧州株安にややつられた格好ではありますけれども、当面はドル高と株高が併存するような、今までとは少し違った相場が展開されそうです。はい、わかりました。野地さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカマーケットほぼ終了しました。まずですね、15足テクニカル見るとですね、ドル円の方 42.3 ピップスですね。ずっとアジアタイムからいつものように横横でしたが、このギャップを埋めることなくですね、ピボットサポートに一気に上昇。欧州問題というか、ドル高ですね、欧州問題を嫌気して、という感じですね。ドルにリスク回避の動きという感じですね。78円台まで来ましたね。78円の節目で1回押し戻されますが、ほぼ、77円90銭付近で終了というのが15分足して1時間足でもこの感じで。先週はですね、こう200円目でこう頭を2回押さえられたんですが、で下行くかなと思ったら、今日は一気に、簡単にですね、200円目を突破してですね、R3 まで行ってしまったという感じですね。ここの途中200円目でまた押し目買いが入っているのが分かりますね。ボリンジャー見るとダブルサポートという感じで、冷やし的にもこう1回抜けたりしたんですが、50円目でサポート入ってもう1回押し目買いが来てるという感じですね。これで、押し問題が悪化してですね、ドルが買われるような展開になると、この78円50銭のこのキロ200円目、タッチというのも十分考えられますね。以上がドル円でして、Eミニフューチャーですね。SP500株価指数を見ると、15分足はこんな感じで、こちらの株の方もですね、この200円目とフィボットラインですね、もみ合ってましたが、ここ1回下抜けると、このギャップをつけて一気に売られてきまして、S1、そして今日は120027ですね、M1 あたりで、ショート株入って終了という感じですね。これが直近の安値を若干下回ったところで持ちこたえていると、値幅的には34ポイントですね。そして1時間足的にもこんな感じ、1時間足は、金曜日の上昇分を一気に吐き出してですね、金曜日の安値を若干下回ったところでショートカバーが入って S1 付近で終了というのが1時間足でして、日足的にはもう激しいあれですね、200円目を挟んだ激しい攻防が今、大きな陰線、大きな陽線、大きな陰線と FOMC を前にですね、続いているという感じですね。これが S&P で、最後にユーロを見るとですね、ユーロの方も今日は一貫して売りでしたね。ムーディーズの格下げの警告からですね、もう一気にどんどん売られまして、このボリンジャー緑ですね、値幅的には 214.6 ピップスですが、ボリンジャー緑でもう一回戻りが入って、これ 1.325 ぐらいですね、325の縁目で揉み合ってましたが、またボリンジャーの緑でドーンと売られて、ここがこの S2 ですね、S2 の 1.32 ですね、これ 1.32 の伏見で止まるかなと思ったら一気にここ抜いてですね、まあですね、ストップもかかって一気に 1.32、316 台ですかね、ぐらいまで来たと。そしてこのね、ちょっと見づらいんですが、この2点を結んだね、トレンドラインのちょうど下限でタッチで、安値引きで終了と。いうのが15分足、そして1時間足でもこの、1時間足的にはね、このトレンドライン、チャンネルあったんですが、チャンネルを見事に下抜けして、S2 も抜けて、M0 で、M0 付近まで来てると。まあ、この辺は一回ね、アメリカの寄り付き前に一回抜けたんで、ここをね、もう、こう売りが加速しましたね。そして S2、そしてニュースなどもね、インテルの業績の下方修正とかね、ムーディーズ、そして格付け会社の悪材料もありましたので、ドル買いがどんどん入り、ユーロ売りが加速したという感じですね。そして4時間足でもこんな感じで直近の安値をですね、見事に下回ってきましたので、そしてこれが1時間足のチャンネルでしたが、1時間チャンネルを下抜けましたが、昨日も言ったように4時間足のこの大きなチャンネルはまだ十分ね、このワイドオープンですのでね、下手すると 1.30 割れ、まああれですね、FOMC 次第では 1.30 割れも十分考えられますね。そしてですね、日足的にもですね、先ほどずっとここで踏ん張ってたんですが、そういうこのボリンジャーミドルで必要にですね、頭を押されてのがついに、我慢できなくなったというかですね、それで直近の、まずこの直近の安値を終わってきました。そして、この安値ですね、1.315 ぐらいですか。この辺を試す展開ですね。ここも割れてしまえばですね、まあ、チャート的に見ればですね、もうこういう形になるとですね、もうあと下行くしかないんじゃないかなと思うんですが、果たしてどうなるか。週足的にもですね、もうここでずっと踏ん張ってたんですが、このトレンドラインですね、ついに大きく陰線をつけて、ウィークリーですが、大きく陰線をつけてスタートしましたので、もうこうなるとですね、トレンドライン割れということで、ずる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 いくんじゃないかという感じですが、果たしてどうなるか。以上がテクニカルでして、またね、こちらね、左の上から、こちら、オーキュパイザーウォールストリートね、もう本当に日本の若い人たちと違ってね、アメリカの一流大学のね、東大みたいにね、お金もらってね、死ぬまでね、天下りできる連中とは違ってですね、アメリカの一流大学のね、学生たちはもう真剣にですね、世界の平和と正義のためにですね、自分の人生を投げ打ってまでもですね、刑務所に入ってですね、までもね、抵抗運動を続けてますのでね、ぜひね、そばで勝った時はね、応援してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらの右上の方がデイトレーダーラクサさんのライブ中、アメリカタイム、アメリカ株についてですが、テクニカルショー、そしてザラブ中はシカゴのフロアトレーダーの実況中継や、ニュースはほぼ同時に音声ライブで配信してますしね。水曜、金曜はトレーダーさんも書いてインタビューショーもやってるし、ウィーケンドは24時間テクニカル解説の、ビデオを流してますので、ね、じっくりね、相場の心理を交えたね、解説してますので、聞くといいんじゃないかなと思いますね。そしてですね、まあ、あれですね、こちらね、ワードプレスのね、ブログも始めましたんでね、こういう、ワードプレスの、サーバーね、まあ、クラウドコンピューティングの代表格じゃないかなと思うんですが、ワードプレス、まあ、サーバーにね、レンタルサーバーに、セットアップしたりしてですね、なかなか難しい側面もありますが、まあ、自由度とかね、スピードとかね、あと世界中のエンジニアがね、いろんなプラグインを作ってますので、あとね、もう本当アメリカの大企業ほとんど今、ロイターとかね、結構経済ニュースのブログなんか見てるとみんなね、ワードプレスを使ってやってますんでね、世界、ほとんどの大企業なんかもね、ワードプレスなんかを採用してやってますんでね、プロも使うようなね、プラットフォームなんでね、またオープンソースですのでね、非常に、やりやすいと思うんでね、まあ、ローカルサーバーのセットの仕方、また、ね、ブログ書くだけじゃなくてね、そのね、まあ、自分の日記つけてね、楽しむ人がそれでいいなと思うのはいいんですけど、まあ、自分のね、書いた分をやっぱ誰かに見てもらってですね、それでお金でも稼げたらね、いいと思うんでね、そういうお金の稼ぎ方とかね、ブログを見てもらう、その SEO の仕方とかですね、もうどんどん交えてですね、解説していきたいなと思いますのでね、よかったらこれも見てもらうと嬉しいですね。そしてですね、まあ、その集客方法の一つとして、まあ、ソーシャルメディアですね、Google プラス、Facebook とかね、あとアメリカの場合だとね、このスタンブルアポンとか TIG とかね、この辺もね、結構ね、すごくね、トラフィックが来る場合ありますんでね、こういうとこをね、見るといいんじゃないかなと。またそんな感じでね、今晩ですか、今晩というか、まあ、今週は FOMC あるんでね、まあ、多分ユーロね、まだ売られる展開もあるかもしれませんが、負けないようにですね、慎重に、もう本当人殺しのね、合法的なサラ金業者である投資銀行やね、メガバンクの連中には負けないようにですね、チャンスのある時だけ慎重にですね、負けないように頑張っていただきたいなと思います。それでは失礼します。